ジェイナスは銀河漂流バイファムに登場する宇宙艦。13人の子供たちが乗り込み宇宙を旅した物語の主要舞台となる宇宙艦である。見て兄さん、ジェイナス号だよ。うん、大きいな。僕たちあれに乗ってベルイク星行くんだね。さあさあ、みんな急がないと遅れてしまいますよ。さあフレッド、ベンチ。はい。ジェイナスの開発。地球連邦軍のオールコンピューター型練習用宇宙艦、4等級高性艦宇宙艦ヘルメス級の2番艦で、外宇宙練習艦である。正式名称はヘルメス級2番艦外宇宙練習艦ジェイナス。なお本作の世界では高速航法が実用化されて40年ほどが経過しており、ジェイナス号は就航当初は第一線の戦闘艦であった。劇中では練習艦へと格下げされているが、高速航法に必要な設備は整っており、フライバイと呼ばれる超高速飛行能力を持つ。ただしその形状は最新の宇宙駆逐艦カール・ビンソン級とは全く異なることからも、1世代前の艦であることがうかがえる。3つのブロックからなる主要艦隊、エンジンブロック、その2つをつなぐためのチューブという典型的なモジュール構造で、優れたダメージコントロール能力を持つ。主要艦隊にはブリッジをはじめ、ラウンドバーニアンの格納庫、居住スペースを備える。ラウンドバーニアンの最大格納数は12機、その他にもパペットファイターや小型艇などを格納可能。第1艦隊両舷と第2艦隊に合計3箇所のラウンドバーニアン発進デッキを備えている。また劇中では後部の格納庫にニュートロンバズーカを搭載していた。長期間の航行に耐えうる設計がなされており、数ヶ月にわたる航海に耐える艦らしい居住性への配慮や設備がなされている。艦の中心にセンター通路のエレベーターシャフトがあり、ここを中心に居住区などが配されている作り。ホログラムを投影することができる廊下をはじめ、大量の食事を一括で調理できる自動調理器を備えた大食堂や娯楽室、トレーニングルームや医務室に映画館と客船並みの居住施設を備える。クレイ8000系と呼ばれるコンピューターによって航行を管理する仕組みとなっているため、乗員は直接操作以外にもコンピューターとの対話によって命令を出すことが可能。練習艦ということから未熟な乗員をサポートすることを考慮されているため、コンピューターによるバックアップ能力は通常の軍艦よりも高く設定されている。自分の艦は少し老いぼれてはおりますが、外宇宙航行練習艦ジェイナス号です。大概のことはコンピューターにおんぶに抱っこするにして、まあ行く先が航程72時間のベルイック星です。なんとか逃げ込めるでしょう。本来ならば乗員150人クラスを必要とするジェイナス号が13人の子供たちで運用できたのはそれゆえである。コンピューターには各艦ごとに名称が与えられており、本艦のコンピューターの名称はボギー。本艦は現在はあくまで高性艦航行の練習を行うための艦であり、本格的な戦闘はあまり考慮されておらず、武装は連装の格納式ビーム砲座が上下合わせて8機に、数機のミサイルランチャーだけとなっている。大気圏突入能力は持っているものの、あくまで非常手段であり、大気圏内での運用能力や自力での大気圏離脱能力は備えていない。推進機関周辺に接続された数機のブロック、ドッキングカーゴと呼ばれるものを分離させて大気圏突入カプセルとして使用可能。劇中ではラウンドバーニアン2機を搭載してククト星へと突入降下した。ジェイナスの武装。連装ビーム砲。艦隊の各部に設けられている8機の回転式砲座。可電粒子を収束し加速して発射する強力な破壊兵器である。格納式で戦闘時に艦隊より展開する仕組み。ミサイルランチャー。第二艦隊の両側にミサイルランチャーを計4機装備。劇中では主に連装ビーム砲が使用されており、こちらの武装はほとんど使用されることはなかった。
ジェイナスのスペック。形式、ヘルメス級2番艦、外宇宙練習艦。分類、4等級構成艦宇宙艦。所属、地球連邦軍。開発、地球連邦軍。全長315メートル、全高160メートル、全幅180メートル。第一艦隊半径90メートル、全備重量78000トン、質量比 10.6、 動力機低温核融合炉2基、超高速航行用エンジン JTEC22 型、通常航行時最大速度 0.14C、 メインコンピューター、クレイ8000系ボギー、乗員定数151名、士官16名、乗組員135名、ラウンドバーニアン搭載数最大12機。ジェイナスの活躍。物語での初登場は、第2話、緊急発進、傷だらけの練習艦ジェイナスより。艦隊の基本カラーリングは白とオレンジ。劇中でのジェイナスはかなり老朽化が進んでいたことから、一線を退き、練習艦として登録されていた艦であった。そんな中、異星人の襲撃を受けたクレアド聖域からの脱出に、本艦が利用されることとなる。物語初期では地球連邦軍によって運航されたが、その後ケイト・ハザウェイと子供たち13人によるククト星までの長い旅へと使用されることとなった。なお、乗組員はルチーナ・プレシェット4歳、マンロ・ジュニア・ボナー4歳、カチュア・ピアスン11歳、ジミー・エリル7歳、フレッド・シャッフル11歳、ペンチー・ライザ10歳、ケンツ・ノートン9歳、シャロン・パブリン11歳、クレア・バーブランド14歳、マキ・ローウェル13歳、ロディ・シャッフル14歳、バーツ・ライアン14歳、ケイト・ハザウェイ26歳、そして僕はリーダーを務めるスコット・ヘイワード15歳。この14名がジェイナスの全クルーである。以上。なお、その際子供たちは上級士官用の居住区を使用していたとのこと。子供たちがクレイ8000系ボギーと呼ばれるコンピューターと対話しながら航行する描写は、本作品の企画書に盛り込まれていたコンピューターと共存する子供というテーマに反映したものである。練習艦ということから、航行や戦闘に関するあらゆる装備が訓練用として備わっていること、さらにはコンピューターのバックアップ能力の高さが子供たちの生存に大きく貢献することとなった。劇中では数多くの戦火をくぐり抜けながら、子供たちの親が囚われていると思われるククト星へと到着する。半ば無理やりに大気圏へと突入、ククト星に強行着陸したことで格座し、その後運用することが不可能となってしまう。その際、格納庫ハッチの一部が切り出され、バイファムとネオファムの盾として活用された。その後、子供たちがジェイナスを離れた後もコンピューターのボギーは稼働しており、敵であるククトニアンのシドミューラが調査のために乗船した際は、子供たちの行く先を語ることなくはぐらかし、秘密通信により子供たちに状況を連絡するなどの活躍を見せている。その際モニターにはアホやバカなどの文字が表示されている。子供たちがククト星を離れることとなった際は、これまで共に旅をしてきたジェイナスへと別れを告げた。見てスコット、ジェイナスよ。今度こそ本当にさようならだボギー。警告警告、ただいま例の飛行物体が上空を通過します。離れていきます。どんどん離れていきます。ちなみに艦内倉庫の奥深くに大量のエロ本が積まれていたが、これは前艦長の趣味であったらしい。本作品は映画2001年宇宙の旅に大きく影響を受けている作品とも言われており、本艦も同映画に登場するディスカバリー号に外観船体構造が酷似している。企画段階での名称はジェイナスではなく、バージニアンやグラドスが候補として挙がっていたとのこと。後者は後々、一部の制作スタッフが共通の作品、青き流星 SPT レーズナーにおいて、敵勢力の名称へと転用されている。
無事ククト星まで13人の子供たちを送り届けたジェイナス号は、作品のタイトルとなっているラウンドバーニアンのバイファム以上に、この作品を語る上で最も欠かせない存在だと言っても過言ではないほどの宇宙観であったと言えるだろう。数多くのロボットアニメで宇宙観が登場するが、本作品のジェイナス号はまさに子供たちの家のような存在であった。以上が宇宙観ジェイナスの詳細である。当チャンネルでは様々なアニメに登場する機体解説動画やキャラクター解説動画をはじめ、企画動画など自称楽しい動画が目白押しです。ぜひ興味のある方は動画概要欄にある当チャンネルのリンクから好きな動画を探していただけると嬉しい限りです。最後に動画作成の励みになりますので、ぜひチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。それではまた別の動画でお会いしましょう。